次コスメいきます。こちらビセンのキャンディーステイン、これはねリップティントです。パッケージはね決して派手ではないんですけど、めちゃくちゃ中身が良くて最近よく使ってます。こんな感じでチップが大きめですっごく柔らかいので唇にのせやすい。手に色味をのせてみるとこんな感じ、半分唇につけてみます。色味がとにかく超可愛い。全然浮かないから、もともとさリップが赤い子みたいに見せれるので、毎日ねどんな時でも使える点でもおすすめ。密着力がすごいのよ。で全然色落ちもしづらいし、食事をねしててもこれつけてると安心で、メイクの時はこのティントを塗って重ねて好きな色のリップをつける。その上からつけたリップが落ちてもこのティントの色は残ってくれるから、唇がねずっと可愛い状態でいられるのよ。だからもうね手放せない。はい、そして最後のおすすめはラックスのスーパーリッチシャインダメージリペアしっとり補修オイルです。これはね私が数々試してきたヘアオイルの中で歴代ナンバーワン、全てがねちょうどいいのよ。出してみるとこんな感じで、これね少しとろみのあるテクスチャーです。これも本当に香りがすっごく良くて、これつけて出かけるだけで香水何つけてんのって聞かれるくらい髪の毛に香りが残ってくれるの。つけてみるね。なんかね甘いんだけどさっぱりしてるっていうか季節シーン問わず嗅ぎたくなるような、なんて言ったらいいかわかんないんだけど美しい香り。こっちが塗った方を塗ってない方、ドライヤー前にね使うのももちろんおすすめなんだけど、こういうね乾燥した髪の毛に使うと綺麗なこうねツヤが出て、パサパサダメージ感あるなっていう風に感じられる髪の毛を一気にこうさらっと綺麗に見せてくれる優れもの。ツヤ感がすっごい出るのけど、使い心地はとっても軽いので、よくあるじゃない、結構さツヤ感が出たりベタベタするヘアオイルって一本一本髪の毛を感じられないと思うんだけど、このヘアオイルは自分の髪の毛一本一本感じられるぐらい使い心地が軽いので、とっても本当におすすめだけども、ペタッともならずちょうどよくまとめてくれる、寝る前でも出かける前でもどんな時でも使える、これもね手放せないヘアオイルです。ありがたいことにラックスさん値段もねかなり使い続けやすいお手頃価格なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。簡単につけよう。ほんといい香り、サラサラサラーン、サラサラサラーン。